はい、沖縄科学技術大学院大学の早川です。今日は私が、このセッションの、第トップバッターとして、プロテオミックスデータの素性と扱い方、ローから始まるデータ解析というタイトルでお話しさせていただきたいと思います。先ほど、吉澤さんの方から説明がありましたように、このセッションは、プロテオミックス、データ解析、インフォマティクスの、入門的な側面を持った全体像として、セッションを構成しておりまして、私はその最初の入り口の部分ですね。生データ、私はローデータとここで呼びますが、そこから、波形処理ですとか、ペイ検出といった、本当の、スタートの地点、分析直後のデータから、どういうふうなデータ解析がスタートするのかという部分をお話ししたいと思います。具体的な内容としては、最初に具体的な分析メソッドとそのデータ構造、DDA と DIA を例にとってちょっとお話しさせてもらいます。で、そこから、実際のそのローのデータ構造はどんなものであろうかと、そういうものに関して、MZML というデータフォーマットを例にして、説明をしていきます。で、その後、ようやく多少インフォマティクス的になってきて、波形処理、ピーク検出などの、結果が、最終的にどういうふうに、プロトミックスとしての結果に影響しうるかということに関して簡単に紹介させていただきます。そして最後にですね、ローデータを扱うということで、ローデータを使ってどんなことができるんだろうかという部分で、プログラミングに関して簡単に紹介できればなというふうに思っています。と、これはプロテオミクスに限らずですが、質量分析を使ったオミクス、LC、液体クロマトグラフィーと質量分析を連携させた、オミクス的な分析系ですね、の全体像としては、もちろん最初に資料があって、それを液体クロマトグラフィーなどで分離して、各化合物のイオンを観測すると。こういうふうに、よくある表現法ですが、液体クロマトグラフィーによる、時間軸による展開と、質量分析による質量軸での展開で、こういうふうな二次元、非常に複雑な、データ構造、データが得られると。で、最終的にそれを、さまざまなデータ処理を施して、データマトリックス、各プロテインがどれくらいどの資料にあるかというデータマトリックスを作るというのが、データ処理としての、最初の前半の方の、オーバービューになるとは思います。で、先ほどの、オーバービューは、プロテオミックスに限らずメタボロミックス、その他にも、共通なんですけれども、プロテオミックスに関しては、先ほど吉田さんが、すでに説明してくださいましたが、プロテオミックスというのは、基本的に、トップダウンでなければ、プロテインをまずトリプシンなどの消化酵素で、ペプチドにすると。で、そしてそのペプチドを LC-MS で分析するというのが、基本的な、考え方と言っていいと思います。それで、LC-MS で分析すると、実際何を分析しているのかというと、よく MS-1、2と言われますが、MS、ここで MS-1 と言います。もしくはサーベイスキャンとか、人によって言い方は多少異なりますが、それは消化されたタンパクのペプチド、個別の個々のペプチドを観測すると。それペプチドイオン、もしくはプレカーサーイオンを観測します。そのデータは何に使われるかというと、そもそもどういうペプチドイオンが存在しているのかという、そういうLC-MS 上での化合物イオンの実態として、マスフィーチャーという言い方をしますが、フィーチャーディテクションを行う。もちろんその、シグナル強度をもとに、定量情報ですね。絶対ではなく比較にはなりますが、定量情報を得るというのが、MS-1 の役割になるかと思います。そして、MS-2 ですね。2というのは、MS-1 からアイソレートした、もしくはアイソレートしていなくてもですね、基本的にフラグメントスペクトルを観測したものを、一般に MS-2 というと思います。MS-2 は、フラグメントイオン、ペプチドを、質量分析装置の中で断片化して得られるフラグメントイオンスペクトルの測定をすると。基本的には、この後の、トークで説明がありますが、それをペプチドの、アノテーションに使う、つまり訂正に使う。
もしくはまあ MRM のようなケースですと、それをまあ定量にも使うケースもあるという、こういう MS1、2という構造がまあ基本的なまあ構造になるかと思います。そしてまあ最近というか、まあここ数年、まあ、少なくともまあここ5年くらいと言っていいと思うんですけれども、基本的な分析方法の流れとしてはまあ2つあるかと思います。ちょっとこれ略語しか書いてないんですけれども、DDA、データディペンデントアクエジションですね。これはまあまあ、LCMS で観測されたペプチドイオンに関して、まあ、MS1 で各ペプチド、ここのペプチドを観測して、これですね。サーベイスキャン MS1 で観測して、それでイオン強度が強いペプチドのプレカーサーを選択して、まあ、フラグメントを取ると。そうすると、まあ、ペプチドごとのフラグメントセットが得られると。で、一方で、まあ、特にここ数年、どんどん普及していると思うんですけれども、データインディペンデントアクエジション、ここでは、まあ、スワスを、まあ、例に出していますが、まあ、スワスの場合ですと、まあ、MS1 はやはり同様に取るんですけれども、MS2 に関しては、特定の、ペプチドイオンをアイソレート、ターゲットとしてアイソレートするのではなくて、もう、MS2 に関しては、アイソレーションウィンドウといっても、絶対、もう、定期的にこのマスレンジを取ってきてフラグメントを取る、するという、そういうやり方をすると、まあ、こういうふうに各 MS2 のスキャンが複数のペプチドの混合物になると、こういうふうなデータ、取得の、スキームになります。で、DDA と DIA に関する具体的な話はですね、この後の別のトークでより具体的に説明があるので、これは私はまあ本当に触りしか話しませんが、まあ、DDA は、まあまあ、正直一般的に、まあ、とりあえずプロテオミクスで何か試しにやってみようと思ったら、まあ、DDA をやるっていうのが皆方が多いと思うんですけれども、この場合は、まあペプチドのアノテーションの情報と、あと比較定量の情報を各資料ごとにも一気に取るというやり方ですね。一方で DIA、まあ、スワスなり MRM もそうですけれども、これに、D、スワス DIA に関しては、まあ、DDA などで取ったフラグメンテーションスペクトルにより、一回スペクトルライブラリを作らなければいけないと。そのスペクトルライブラリをもとに、まあ、スワス DIA の分析手法で得たデータと、まあ、そのマスフィーチャーと、まあ、ペプチドの実態との関連付けをするということになると思います。まあ、私はこの、プレゼンテーションでは、その詳細とか具体的なアドバンテージとかっていうのは話さずにですね、実際にまあ、どういうデータが、生のデータが出ているんだろうか、できているんだろうかということをお話したいと思います。まあ、これは全体的な、LCMS を使ったデータ解析のオーバービューにはなると思うんですけれども、まあ、まずローデータが得られて、その後、まあ、データ解析ソフトウェアに入れることで、まあ、ピーク検出、まあ、その他いろいろなデータ処理が行われて、まあ、最終的に、まあ、先ほどちょっとお話ししましたデータマトリックスという、まあ、どんなタンパクがどの資料にどれだけあるのかというようなデータがアウトプットになると思います。では、まずここでは、そのローデータですね、LCMS の装置から出たデータに関して簡単にお話ししたいと思います。まあ、そもそもローデータとは何っていうことですけれども、ローっていうのはまあ生っていうことですね。なので、まあ生データという方もいらっしゃると思います。で、そもそも生データ、LCMS の生データって何っていう疑問というか、そもそもなんだっていう話もあるのかと思いますが、まあ、ここではピーク検出ですとか、スペクトルの、あと LCMS の装置から得られたデータに、いかなる処理も、プロセッシングも行っていないデータを、まあ、ローデータと呼んでいます。で、ローデータの中身としては、まあ、まず第一に装置のセッティングですね。まあ、各装置の、まあ、ESI であれば、まあ、ESI のセッティング、その他、分析条件の、データが直接入力されています。まあ、一番大事なのは、まあ、M over Z の値が配列、M over Z とイオン強度の情報が配列として、格納されており、まあ、クロマトグラム情報もあると。
で、質量分析の装置から出てきたデータ、ドットローですとか、各社いろいろファイル名はあるとは思うんですけれども、大抵は皆さん、各ベンダーが提供しているビューワーですとか、データ解析ソフトで開くというのが一般的な使い方だとは思うんですけれども、一方でベンダーがですね、SDK なりの形で、ローデータの中身を直接見れるライブラリっていうのは提供しているので、それを使って中身を直に見るのも可能。ただ多少めんどくさいですよね。それに対してですね、その下の、MZML と書いてある、データフォーマットがあります。これはオープンで、プロテオミクスコミュニティが開発したオープンなフォーマットで、XML ベースのデータフォーマットになります。基本的に、ローデータに対応する生データ、ローデータに対応する生データというか、ローデータがそのままほぼ入っていると考えて、もしくは期待していいという、データ形式になります。で、一番大きいのはですね、プロテオミクス、特に研究者コミュニティが開発したということもあり、研究者がさまざまなソフトウェア解析ツール作ってるとは思うんですけれども、多くのソフトウェアでこのフォーマットであれば開ける。というような、汎用性が高いというか、使い勝手がいいフォーマットになっていますね。で、各ベンダー、各装置から、出力されたデータをどうやって変換するかというと、いくつか方法はありますけれども、一番多分メジャーなのは、プロトウィザードという、ソフトウェアパッケージの中に、データ変換ソフトツールがあるので、これを、GUI 付きなので、マウスでクリックすると、装置から出た生データが、MZML という形のローデータに変換することが簡単に可能になります。で、これ中身は、先ほど説明した内容とほぼ同じなんですけれども、MZML の内容では、XML フォーマットで、装置測定状況、その他のメタ情報が最初の方に入っていて、その後は延々と各スペクトルですね、スキャンの情報が入っていると、こういうような構造になっています。で、じゃあ、実際に中を見てみようと。XML で書いてあるので、言ってしまえばテキストファイルみたいなものですね。なので、先ほど、説明しました、簡単に紹介しました、SWAS のデータの中身、実際に、こちらで SWAS で分析した MZML の中身を、ここで、表示しています。この SWAS、先ほど MS-1、2 あると言いましたけれども、このページは、MS-1 ですね。つまり、本当に第1スキャン、インデックス0のスキャンですね。このように、もう非常に単純に単純、スペクトルのインデックス、0から始まるんですけど、0であって、この MS レベルの属性は1である、つまり MS1 であると。で、もちろんその他いろいろ情報あるんですけれども、一番大事なのはこの MZ アレイと、M over Z の値の配列ですね。これはパッと見、バイナリーと書いてありますが、人間が読めない文字列になってありますが、これは単純に、数字をとこういう文字列に変換する、ベース64っていうコーディングがあるんですけれども、それに従って、数字の配列を文字列に直しただけということですね。で、それに対応する形で、インテンシティアレイ、イオン強度の情報も、このようにベース64のリストになっているというふうに、パッと見は XML とはいえ、非常に膨大なデータで、ひょっとしたら実際に見てみると、ちょっと威圧されるというか、威圧があるかもしれないんですけれども、実際に得られる、中に入っている情報は極めてシンプルです。なんだったら、一個一個見て、このベース64の文字列をコピペして、スペクトルをその場で自分のパソコンですぐに読むということも可能です。SWAS なので、次に MS2、アイソレーションウィンドウを設定した上での MS2 があります。ここですね。サーベイスキャンが終わっ、サーベイスキャンというか、MS1 が終わった後に、このアイソレーションウィンドウの情報ですね。で、先ほどのスキャンの次なので、スペクトルインデックスが1つ増えて1ですね。それで、MS のレベルが、バリュー2、つまり MS2 になったということです。で、先ほどと違うのは、SWAS なので、アイソレーションウィンドウが設定されている。で、ここの、
あれですね、M over Z でいうところのこの範囲はどれなんだ、いくつなんだっていうところの、まあ、センターが115で、まあ、ローアー、ハイアーのオフセットが16に設定してある。というような、まあ、スワスウィンドウの設定が、まあ、こういう非常に分かりやすい形で書いてあります。で、スペクトル情報として、まあ、スペクトル、つまり M over Z とインテンシティの配列としては、まあ、先ほどと同じ、全く同じ形で、まあ、ベース64のコーディングで、ここに表示してあるという形ですね。なので、実際、つまり、ローデータ、まあ、ここでお伝えしたかったのは、まあ、ローデータの中身は、まあ、実際はこのように、まあ、これを分かりやすいか分かりにくいかっていうのは、ちょっと、いろいろあるとは思うんですけれども、少なくとも、明快な形で記述してあるので、読もうと思えばいつでも読めるというような形ですね。で、これ先ほどの、全体像にちょっと戻りますが、まあ、ローデータはそのような形であると。で、ローデータ、そのローデータを実際にではどういうふうに使うか、まあ、どういうふうに使うかというか、この先、ローデータに何が、どういう処理があるのかということですけれども、まあ、一般的には、まあ、ベンダーが提供したソフトウェアに、まあ、で開いて、まあ、ピーク検出、フィーチャー検出、アライメントですとか、エプシドローとか定量っていうのを、まあ、パッケージとして、まあ、全部やってくれるというようなのが、まあ、ある意味一般的かなとは思います。で、ただし、まあ、一般的かなでここで済ませられない、まあ、済ませてはいけないよねというのが、まあ、このセッションのテーマの一つではあるんですけれども、まあ、ローデータから、ピーク検出なりをして、まあ、最終的なペプチド同定ですとか、まあ、比較定量って、まあ、一番大事な出力に至るわけですけれども、そのローデータの処理、ピーク検出などでも、実際は非常に違いといいますか、まあ、処理が違えば最終的な結果に大きく響くという部分をちょっと紹介したいと思います。これはですね、まあ、あるペプチドのイオン、まあ、ピーク、モナシスピーク、のローデータを、まあ、こういうふうに波形で表示しているわけです。それで、まあ、一般的なツール、まあ、ここでもプロテオウィザードって書いてありますけれども、例えばこのピーク検出のアルゴリズムですと、まあ、このピークのこの範囲に入っている一番高いデータポイントをセンターとして、つまりこれが、ここはピークですよというふうに選べると。これはまあ一つの、まあ、実際に広く使われているアルゴリズムです。ですから、まあ、実際にはそれは正確ではなくてですね、このように、ここで改変、この改変版ですけれども、まあ、この高さの、まあ、中間の、まあ、中心の値をピークのセンターとするというやり方、こういうふうにピーク検出一つをとってもいくつかのやり方、いくつかどころかたくさんのやり方があります。で、それがどういうふうに結果に響くかというとですね、これはピーク検出のアルゴリズム、やり方が、まあ、この3つあります。それで実際にこのピーク検出のアルゴリズムを使い分けた上で、ペプチドのアイデンティフィケーションがどう変わるかというのを、まあ、ベン図にしてありますが、このようにピーク検出が変わると、まあ、ペプチドのアイデンティフィケーションがかなり変わってしまうということが、まあ、分かります。つまりピーク検出、あまりベンダーのソフトを使うと、実際のピーク検出はどういうふうにされてるんだっていうのはあまり意識されてないかもしれないんですけど、実際にはこういうふうに大きな影響が出るということですね。まあ、その、マスの、イオンのピーク検出だけではなくてですね、まあ、マスフィーチャー、つまりその LCMS データ上での、まあ、化合物、まあ、イオングループとしての存在としてのマスフィーチャーの検出もアルゴリズムによって大きな違いが出ます。ここでは、まあ、このあるアイソトピックループのマスフィーチャーの検出を行う上で、アルゴリズムのフィーチャーディテクション A と B があるんですけれども、まあ、この B、まあ、これも名前書いてありますけど、プロテオウィザードですと、このセカンドアイソトープをモノアイソトープかのように勘違いをしてしまうと。で、この、それを改変したバージョンですと、まあ、正しく選ばれると。この先ほどの、ピーク検出、まあ、ピークのセンターがどれかっていうのは、まあ、人によっては、まあ、せいぜい質量の誤差で済ませられるかもしれないんですけれども、このマスフィーチャーの検出となると、
もう、その、まあ、スピーチャーの質量 M over Z が1違ってしまうということで、これは結果に非常に致命的な結果の違いにつながりうるということです。で、このようにですね、まあ、ローデータに対するまあデータ処理、ここではピーク検出、フィーチャーディテクションを示しましたが、まあそのまあ、正直、非常に派手なデータ処理、派手なインフォマティクスではないかもしれないんですけれども、極めて大きな影響を持つ、非常に重要な部分であるということですね。なので、つまり、まあ、メッセージの一つとしては、まあ、無自覚に、まあ、既存のツール、まあ、特にベンダーが提供しているツールをただ単に、盲目的に使い続けると、まあ、思わぬ落とし穴があるんではないかということですね。つまり、まあ、MS データ解析、まあ、もちろんその後のペプチドアイデンティフィケーションですとか比較定量、まあ、さらにその先のあのインフォマティクスももちろん大事ではあるんですけれども、まあ、このローデータから始まる、データ処理ですね、この処理を正しく理解して、自分のが使っている、少なくとも自分が使っているツールがどういう原理でそのデータ処理を行っているのかというのは正しく理解する必要があるということが大事かと思います。まあ、本来はまあここで終了というお話は、セッションのテーマとしてはまあここで終わりになるんですけれども、まあ、ちょっと追加としてですね、まあ、このローデータを、どういうものかって今回お話ししたんですけれども、まあ、実際に、ローデータを扱える、実際に自分で扱えるんであれば、自分でプログラミングできるんであれば、まあ、先ほどのピーク検出ですとか、まあ、いろんなデータ処理ですね、自分で試してみることができるですとか、まあ、自分で簡単なツールを作れるとか、そういうことができるので、その辺も最後にちょっと駆け足でお話ししたいと思います。で、この質量分析のデータの処理のツールを自分で作る、プログラミングするって、まあ、敷居高いと感じられる方もいらっしゃるかと思うんですけども、実際はそんなことはなくてですね、この、OpenMS という、これはかなり昔からある歴史あるライブラリなんですけども、これは質量分析データの処理をするライブラリですね。で、これはまあ膨大なパラメーターがあるので、先ほどのピーク検出一つとってもいろんなアルゴリズムをこのライブラリの中で指定することができると。で、まあ、ちょっとやる気を出せば、まあ、C++ が多少かければ、まあ、改変することが可能。で、まあ、これを使って自分でツールを作りたいというのであれば、まあ、NIME ですとか、あとは Python 版の Python のインターフェースがあるので、まあ、それを活用することで、まあ、かなり手軽に作れます。で、まあ、じゃあ具体的にどんだけ手軽なんだという話なんですけれども、まあ、実際にこの PyOpenMS でコーディングする例ですけれども、これはもう実際に、このまま動くというコードなんですけれども、まあ、最初に、PyOpenMS ライブラリを Python 上で読み出して、まあ、先ほどのローデータですね、MZML を読み込むっていうのはもうこの2行で完了します。で、その後、ピークピッキング、この場合はハイレゾリューション、TOF もしくは、FTICR、オービトラップ系の、比較的ハイレゾリューションの装置用の、ピーク検出のアルゴリズムを呼び出すと。で、その後ピークピッキングを、このように行って、新しいオブジェクトに入れるという。これは一部を抽出したっていうんではなくて、文字通りこれだけで、ピーク検出が完了。で、もちろん、より細かいピーク検出のアルゴリズムとかパラメータを詰めたかったら、自分でパラメータを導入指定することができる。で、もう一つの例としては、このようにですね、ウェブブラウザでお手軽に動く LCMS ビューアーですね、これを作ってみるということもできます。これは先ほどの PyOpenMS でローデータの読み込みと MS データ処理と、それとグラフ描画としては、プロットリとダッシュというライブラリも使っています。これは、こういうのができるんですよというよりは、すごく簡単にできるんですよという例ですね。これは実、100行と書きましたけども、実際はもっと簡単に書けると思います。なので、そういう、MS データ処理のライブラリを使うと、MS データの処理の原理を理解すると同時に、こういうツールも簡単に作れると。で、最後にまとめますけれども、このセッションでは、私はこの前半部分ですね、ローデータ周辺で、ローデータの構造をお話しすると同時に、データ処理がどういうふうに影響があるのかということに関してお話しました。で、ローデータを使うことで、実際の分析データですね、LCMS データの直に中身を見れる
というのはまあ非常に大きいです。大きいことかと思います。そしてまあ MS ローデータを扱うプログラミングを自分で書くことで、いろいろ解析の自由度ですとか、日々の仕事の効率化も図れると思います。最後にですけど、こういう MS データに関するプログラミングに関する紹介みたいなの、この下の、GitHub のページにちょっと書いてるので、少しずつ書いてるんですけれども、お時間あるときに見ていただければと思います。以上です。ありがとうございました。